嫌いな場所で過ごしてるっていうのは牢屋の中で暮らしてるのとあんまり変わらないんですよって話をするんです。この家はすごく貧血になりやすいような間取りだなとかいう家があるんですよね。そういう間取りを気に入って手に入れる人たちもいるんですよ。全く同じマンションの間取りで並んでいったとしても、はい、こっちの人はすごく幸せでこっちの人がすごく不幸せみたいなことってあるんですよ。こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、素敵なゲストの方をお招きしております。大人気のですね、YouTube チャンネル、幸運住まいチャンネルの矢野さんに、お越しいただいてます。矢野さん、どうぞよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。楽しみにしていました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご存じない方もいらっしゃるかと思うので、お伝えしておくと、矢野さんは建築家でいらっしゃいまして、で、YouTube では幸運住まいチャンネルという人が幸運になるための知恵をいっぱい配信してくださっている20万人以上の方がチャンネル登録されている大人気チャンネルなんですけれども、ぜひ矢野さん自己紹介なんかお願いしてもいいですかね。はい、矢野慶三と言います。よろしくお願いします。もう建築に関しては28年ぐらいやってきてるんですけどね。まあ一級建築士として、まあ18年前に独立してからは、まあその住む人が幸せになる家づくりっていうのを主体にやってきてるんですけども、うん、ちょうど50歳のタイミングの時に、YouTube の幸運住まいチャンネル、スタートさせたんですね。ちょうどコロナがバーッと蔓延して、コロナうつとかコロナ離婚とか、そういった話ができて、もう家の中でも悲惨な人が増えたんで、これは家をね、幸せに使いこなしてもらわないと、本当日本ダメになるんじゃないかなと思って、それでですね、まあ、幸運住まいチャンネルっていうタイトルで、配信し始めたみたいな形でやってると、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、本当に毎日配信されてるんですもんね。そうなんですよ。ずっとコツコツ、なんか途中でやめてしまうとずっとやめてしまいそうなので毎日、やったら止まらなくなってるというそんな感じですね。すごいですね。矢野さんのそのバックボーンというか、一級建築士っていうこともそうなんですけれども、はい、風水とかそういった、はい、部分からも見られるという感じで。そうですね、まあ、風水とか火葬っていうのがまたそれぞれ別の体系のやつがあるんですけども、私自身が一級建築士として家づくりをしていくときに、その風水に興味があるまあ、クライアントの方は風水の先生呼んできたりするんで、なんか風水の先生とか火葬の鑑定士の先生とかと、まあ、組んで仕事をたくさんしてきた、まあ、今まで120件ぐらい家づくりしてきてるんですけども、はい、まあ、そういった方々とも一緒にやったり、あとはもう私自身の中に全部知識が入っているのでそれらをもう使って、私自身がもう、風水だったら風水、火葬だったら火葬でまとめた、まあ、家づくりをするということは最近、まあ、やってるって感じでしょうかね。すごいですね。もう今も全然、家づくりもされながら YouTube もされてるって感じですか。そうです。まあ、本業は一級建築士なので、うんうん、設計事務所もねずっと経営しながら、はい、年間数棟ですけど、まあ、家の設計とか、あとはね幼稚園保育園とか福祉施設の設計とかもやったりすることあるんですけども、すごい、はい、ですから日中は設計活動して空いてる時間に YouTube を撮る、はい、そんな感じですごいっすね。YouTube も大変ですもんね。でもそうですね、まあ、YouTube は1日1時間以上は撮らないようにやるっていうのを決めて、1時間で収まるようにはやるようにしてるんですけどね。それで20万いくってすごいですね。でも皆さんがやっぱ家についての興味がある方が多いんですね。そうですね、僕ら一級建築士なんで家づくりの話だけすると多分トップで10万人ぐらいのチャンネルがあるぐらいかなっていう感じなんですけども、うん、家を住みこなすって、まあ、ほとんどの人に当てはまるじゃないですか、はい、なのでそういうテーマにして、まあ、家のことをやっぱしこう好きになってうまく使いこなしてもらえる人が、まあ、増えるような啓蒙活動みたいなイメージでやってると思う。すごい素晴らしい。実際確かにコロナになってリモートになって家にいる時間が増えて結構やむ人も増えましたもんね。そうなんですよね。それ、うん、いろんな要因が絡んでるんですけど、うん、本当にそのことを知らずに、うん、はい、家のある意味呪いにかかるかのようにもうどんどん人生がねだだ下がりするみたいになってる人結構多かったんですね。そうなんです。それを、うん、なんか家のこういう部分を変えていくと気持ちが前向きになったりとかそういうのは結構あるんです。ありますね。例えば、うん、家は帰って寝るだけだと思って家を借りてるような人って結構多かったと思うんですけども、
それがね、在宅勤務になって家で過ごしてみたら、日中この家すごい暗いし、なんか騒音もするしみたいに、そんな風になっていくと、もうそんなところに、いるだけで気が滅入るみたいになったり、ね、はい、そっかそっか。そうで、今日せっかくなのでね、はい、住まいを整えて開運するコツっていうのをいくつかお伺いしたいなと思ってるんですけれど、はい、住まいを皆さんが、まあ、陥りがちな部分とか、うん、手っ取り早くできる部分とか多分言い出すとね、はい、いっぱい終わりだと思うんですけど、代表的なものを取り組めることをいくつか教えてもらえたらなと思うんですけど、うん、ありますか？ありました。そうですね、まず世界から見た日本の住まいの状況みたいな視点も知ってる方がいいと思うんですよ。お、それなぜかというと、先進国の中で物の量が圧倒的に多いんですよね、日本人って。家の中にあるものの量、物が多すぎるんですよ、日本人って。なのでまず、例えばね、一般の人が持っている物の数をね、家の中全部集めると大体平均して2万点ぐらいあるって言われてるんですよね、で、それが例えば、幸せなお金持ちって言われるような人たちっていうのは、家の中、家が大きくても大体7000点ぐらいしかないんですよ。半分以下。はい。まあ、3分の1ぐらいになるんですよね。うん、なので、例えば、なんか自分の家、ちょっと物が多いかなと思ってる人は、多分、他の先進国の国に比べても、倍ぐらいの物の量があるんじゃないかっていうことに気づいてほしいんですよね。なので、家を整えるっていう意味で言うと、日本人の場合は、まず、物が多すぎるので、不要なものをできるだけ、感謝しながら手放すっていうことを、コツコツやることが、セットになるかなっていうところがありますね。はい。確かに。やっぱ断捨離することで運気変わったりしますもんね。そうですね。結局、僕は一級建築士だから、どちらかというと、すごく、物理的なこともすごく意識があるんですけども、はい、家の中にいろんなものが目に入ると、脳がそっちに取られるんですよね、思考がね。そうすると、それだけでプチパニックみたいな状態、忙しいとか、なんか混乱してるみたいな状況になりやすくなるんですよね。だけど、シンプルな空間に行くと、そんなに気が散るものがないので、なんていうかな、思考はクリアになりやすいっていう側面も実際あるんですよね。そういった意味でも、物が少ない方がやはりいいところはありますね。まずは物を、余分な物を処分する。あ、感謝しながら手放すですね。そうですよね。はい。で、なかなかね、手放せない理由は、もったいないというふうにして、罪悪感で手放せないっていう人。はい、結構いるんですけど、はい、本当に感謝しながら手放すって、これ近藤麻理恵ちゃんというこんまりちゃんね、言っているやり方の一つなんですけども、本当に感謝して手放すっていうふうにしていきながら、手元から一個一個なくしていくのはすごい大切かなと思いますね。わかりました。はい、結構ね、もったいない、また使うんじゃないかなとか、そうなんです。あるんですけど。だけど大体そういったものってほとんど使うことがない。僕たまに言うんですけど、10個また使うかももったいないっていうもののうち2個は使うんだけど、大体8個は使わなくて、思い切ってこの10個捨てるともう一度使う2個のものが必要な時には必要な豊かさが来るよって言ってるんですけど、そんな感じで大丈夫ですか？まさにその通りだと思いますね。あ、よかった。それぐらい日本人っていうのは、その物依存症っていうんですかね、いう状況になってて、身近に置いておかないと安心できないみたいな、ちょっと、ある意味、他の先進国から見ると、依存している感じなんですよね。なんかやっぱマインドが違うんですか、そういうところに関して。結局、はっきりわからないんですけど、やっぱり戦後、物がたくさん増えてきて、物を身近に置くことで安心するみたいな、日本でやっぱしこう敗戦した後の流れもあって、どうしてもそういう物をたくさん置くことで安心をするみたいな、流れができてしまったんだと思うんです。そっかそっか、確かに。はい。わかりました。他何かありますか？そうですね、まずその物が、なくなっていく先に一緒にやっておきたいことがあるんですけど、例えばいくらね、物が片付いたとしても、リバウンドしてしまう家とリバウンドしない家っていうのが分かれるんですよ。でこれは一体何かというと、住んでいる家が嫌いだったら
はい、リバウンドするんですよ、確実に、うん、はい、で好きな家だったらリバウンドしにくくなります。へ、嫌いな家を嫌ってる人も結構いらっしゃるんですか？結構いますよ。あの、私のコーンスマイチャンネルのコメント欄に、はい、もういやいやながら住んでますとかいうコメント結構入るんですよ。うん、うん、まあ、その2世帯で仕方なくとか、そうか、夫の転勤の都合で仕方なくとか、はいはい、介護で仕方なくとか、うんうん、そんな感じでもう家いやいやなんですけど住んでますってかなり多いんですよ。あの、家でこの家に住みたいって言って幸せに住んでる人って多分数パーセントなんじゃないかなって。そんなもんなんですね、うん、そっか、はい、なのでその嫌いな家に住んでいると、うん、片付いてもまたね、こんな家ちょっとぐらい散らかしてもいいみたいな気分にどうしてもなって、うんうん、でリバウンドしていくっていう感じですね。うーん、はい、確かに好きなものの方が大切にしますもんね。そうですよね。うん、これあのダイエットと一緒だと思うんですよ、はい、あの根底的に自分のことが嫌いな人はリバウンドすると思います、あのダイエットとしてもね、はいはいはい、うん、だからそれと一緒で家も一緒で、あの家のことがあの好きじゃなかったらやっぱしね、うん、リバウンドしたりするし、そしてもう一つすごい、あのすごい大切なのが、あの嫌いな場所に住んでるっていうのは どんなイメージかっていうことなんですよね。え、どういうことですか？嫌いな場所に住んでるっていうのは、例えばね、僕よく例えで言うのがリゾートホテルで快適に過ごしているあの暮らしのイメージと、うん、牢屋の中で自凍と暮らしている生き方、うん、この2つがあったとしたら、嫌いな場所で過ごしているっていうのは牢屋の中で暮らしているのとあんまり変わらないんですよって話をするんですよ。確かに、はい、うん、もう自分の家のことを自分で牢屋化してしまってるんですよ、嫌いな場所、うんうん、呪われた場所にいるみたいな、うん、確かに、はい、うん、なので家を整える前に自分の心をそっち方向に整えていかないとですね、あの、まあ、物を減らして自分の心をその1ミリでもいいので今住んでいる家のことを好きになるという方向に自分の心を整えていく、うん、ベクトルの方向に変わるだけでですね、随分違うんですよね。でも嫌いな家を好きになってくって結構難しそうな感じもするんですけど、まあ、すぐ引っ越せたらいいけど、はい、なかなかそうはいかない方も多くいらっしゃるじゃないですか。そうですよね。コツとかあるんですか？それでおすすめしてるのが、例えば家の中どっか一箇所でもいいから好きになる場所を作りませんかって話をするんですね。例えば、玄関、うん、玄関をきれいにして下駄箱の上に置くものだけでもすごく自分のなんかこう誇らしいものをね飾ってみる、うん、置いてみるとか、はいはい、玄関だけはうちの家は自慢できるみたいな、うん、あの家が古くてもトイレだけはすごく清潔感があってすごく気持ちのいいトイレだとか、うん、とか、はい、あとは例えばあの、まあ、ダイニングのねダイニングテーブルがすごく気に入ってて、そこの上はいつもきれいにしていってね、あの一輪の花がいつも置いてる、それだけ、それが私の誇りだみたいな、あの家の中の一箇所でもいいので、うん、そういう場所を持つだけで随分と気持ち違うんですよね。ああ、そうなんですね。うん、そっか、まあ、できるところからっていう感じですね。そうなんです。結局だから牢屋に、入って自分で鍵を閉めてるんですよ。鍵はね手元にあるんですよ。はい、だから自分でその牢屋の鍵を開けて扉を開けて出ていくっていうふうにして、うんうん、少し快適な場所にあの移動していくっていうことはねすごい大切なんですよね、うん、あ、確かに。でその好きな場所だけでも汚さないっていうのが大事なんですね。そうですね、うん、いや本当にね全く同じマンションの間取りで並んでいったとしても、はい、こっちの人はすごく幸せでこっちの人がすごく不幸せみたいなことってあるんですよね、うん、うん、そうなんですね、はい、それはそこに住んでいる人の気持ちですよね、うんうん、いやいやながら住んでいる人はそこのマンションは地獄だしある意味、うん、で、あの一方でこの家本当に気に入ったと思って住んでいる人にはパラダイスだったりするんですよ、うん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 、だから結構人の気持ちがですねあの、まあ、空間にも影響しているところがありますね。へ、結構間取りで運気が変わるとかもあるじゃないですか実際、はい、でもその家を好きかどうかっていうのがすごく影響するんですよね。それがね実は根底で一番大切で、その間取りでも幸運を呼んでくれる間取りの場合は、はいはい、そこに住むのが牢屋だと思って住んでたら、うん、いい流れは発動しないんですよ、いくら間取りが良くっても、はい、
共鳴しないんです。人の体と、うん、人の意識と空間が共鳴していい流れが来るんですよ。だからいくらいい間取りでもそこに住んでる人が後ろ向きであれば、あの共鳴のしようがないんですよ。そっか。逆に、不幸を引き寄せる間取りもあるんですけど、はい、その間取りでネガティブな感情だったら、むちゃくちゃネガティブに共鳴して、ネガティブスパイラルがガーッと落ちていくっていうのも簡単なんですよ。はい、だから、いい間取りに住むときには、やはり、その家が好きで、ある程度前向きな気持ちで過ごすからこそ共鳴していい流れが来るって感じ。はい。やっぱそのメンタリティはやっぱ大事なんですね。そうですね。はい、うん。空間は人の、感情とかエネルギーに共鳴するようなところがあるんですよね。面白い。はい。そして一個ちょっと深い話をすると、はい、そこで過ごしている人たちの、気持ちとか感情みたいなのがそこの空間に蓄積されていくようなところがあるんですよ。はい、うん、なので例えば教会とか行くとすごくエネルギーが高かったりするのは、そうですね、はい、すごくね、祈りのエネルギーで、蓄積されているから高くなったりするっていうのがあるっていう感じがするんですよね、はい、それ僕も共感します。はい、そうなんです。だからそういうことが起こるので、やはりその人の気持ち感情が普段そこにいるときにどういう状態かっていうのは、やはり全ての根底になしているところがあるから、じゃあもちろん間取りとかもいい方がいいけど、その家の中で、住んでる人がずっと明るく笑ってるような空間であれば、はい、そういう間取りの影響とかも超越する可能性もあるっていうことなんです。そうですね。例えばね、今日を引き寄せやすい間取りがあったとしても、はい、住む人の気持ちが前向きだったら、今日の作用が出にくいです。だけども、後ろ向きな気持ちで住んでたら、バーンと引っ張られていくって感じなので、本人の、どういう普段気持ちで過ごしているかっていうのは大きいですね。本当に笑う角には福来たるっていうやつですよね。そうですね。そっか。まず最初余計なものを捨てる、はい、で家を好きになる、で好きじゃない人は自分が好きになれるようなスペースを作る、はい、で次何かちょっと聞いてばかりですけど、はい、はい、まずここの2つがしっかりできれば、いいなと思うんですけど、はい、あとは、一人暮らしの人の場合は、その2つで、あとは好きなものを、家の中に置いていくっていうことを、好きなものだけで身を固めていくみたいなことをやっていけばいいと思うんですよね。だから不要なものをなくしていく過程で、自分が好きなものだけにしていって、そして、またプラスアルファでちょっと自分がこれは好きだなと思うもので身を固める。だからその家の中に置くものは自分が好きなもので、ものを、ね、置いていくような感じするといいんですけど、これ一人暮らしの方の場合はその方向性でいいと思うんですけども、はいはい、一人暮らしじゃなくて、家族とかで住んでる人の場合は、やっぱしね、家族関係を整えていかないと整わないっていうのがあるんですよね。そっか、はい、なのでよくね、僕のコーンスマイチャンネルの方でも矢野さんが言うのは分かるけども、うちの夫は絶対そんなことを言うこと聞きませんとか、あります、いうような、はい、コメントとかよく入るんですよね、はい、だけどそんな中で家を整えて一生懸命私がやってたら、主人から手伝おうかって言ってくれて、本当に手伝ってくれるようになりましたって、まさかこんなことになると思いませんでしたっていうような感じのコメントも入ったりするんですけどね。で結局、その住まいとかが最終的に何を後押ししてくれればいいかっていうと、やっぱり人間関係ですよね。人間関係が豊かになったり、家族関係が豊かになるっていうのが最終的な人としての幸せが実感できるところだと思うんですけども、なのでやはり、一人暮らしじゃない方の場合は、一緒に住んでる人たちがやはり気持ちがね、なんていうかこう一緒にお互いのことをねぎらい合うことができるような関係性になっていくっていうのがやはり外せないので、やっぱりそこのところをちょっと簡単じゃないとこなんだけど、これをね、やっていくことで、なんていうか、その家に住むだけで自分の人生で何でもチャレンジしていけれるっていう気持ちになっていったりするっていうのはありますね。なんかその
まあ、家族関係が良くないとか、はい、例えばお子さんが引きこもりとか、うん、なんかそういう時に断捨離をしたりとか、はい、そのお母さんからの相談であるお母さんだけでもちょっと好きなスペースを作るとか、うん、そういうのからも変わっていったりするということなんです。そうですね、なんていうかな、こう家族のことを変えるのはできないんですけど、うんうん、そうですよね、本人がなんかね、今までと違って幸せそうに楽しそうにしていたら、うんうん、住んでる他の家族はね、影響されるんですよ。はい、うん、そうすると、うんうん、いい方向に流れ出したりするんですよね。うんうん、ああ、うんうん、これはいい。はい。そうなんですよ。だから、うん、まあ、自分自身がある意味、その、まあ、パワースポットみたいになっていって、いくと、周りの家族とかも、そういうのに感化されるっていうのはありますね。うん。うん、やっぱそういう意味では、うん、本当その家ってある意味家族全員の器というか、そうですね、入れ物なので、その入れ物自体を変えていくみたいな、うん、そんなイメージですかね。そうですね、これ例えば家の間取りって、はい、まあ、例えば風水とか火葬とかで見立てていくと、うん、あ、この家はすごく金欠になりやすいような間取りだなとかいう家があってくるんですよね、うん、はい、うん、だけどそういう間取りを気に入って手に入れる人たちもいるんですよ、はい、うん、でそれはなぜかというと、うん、お金の経験を積みたい人たちがそういう家を手に入れるっていうのがあるんですね、はい、うんうん、だから金欠になりやすい家だからこそ一生懸命お金を稼ぐ経験をして、うんうん、他の人に比べたら人一倍稼ぐ力はついてくる、うん、だけど出ていくお金もちょっと増えちゃう、そんな家なんですけどね、うん、はい、だけど金欠になりやすい家である意味ものすごく鍛えた後金欠にならない家に引っ越したらものすごい稼ぎ力だけがアップした状態で引っ越しができるみたいなね、はい、そういうなんか器とそのタイミングでその家族が経験したいことが結構一致してることが多いですね。ああ、はい、面白いですね。そうなんです。だから何とかこううちのお金がどんどんダダ漏れする家だってなって、普通だったらもう被害者意識でだから私たちは貧乏なんだってなりそうなんですけど、うん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 、そうじゃなくってそれを超えてでもやっていくだけのチャレンジをしたいかどうかの家だったんだって捉えて、やっていくかどうかで全然人生の経験値が変わってくる感じですかね。確かに、あ、今の素晴らしいお話ですよね。なんかやっぱ間取りも変えられるものでもないし、はい、なかなか家をすぐ変えるっていうことはできないことが多いけど、でもそれも今の自分に与えられた自分が成長するための場所だから、なんか嫌うんではなくて、はい、そこに感謝をして、その場所を自分にとっていい場所に変えていけばいいみたいな、そういう感じですね。そうですよね、うん、そうすることで前向きな気持ちになるので、うんうんうん、前向きな気持ちがその家の空間に共鳴し始めるっていう感じですね。うん、あ、面白い。なんかその家のエネルギーと本人のエネルギーっていうものが共鳴して発揮するとか、なんかそういうのは面白い概念ですね。そうですね、やっぱしね、引き寄せみたいなのがあるんだと思います、うんうんうん、そっか。しかも今日お聞きして面白かったのが、いい間取りでも本人が後ろ向きだったらそのいい間取りが発動しないっていうそうなんです。面白いですね。うん、そうなんですよね。まあ実際そういうね、仮想とか風水でいい間取りに引っ越したけど、はい、運気が上がらないっていうので、うん、矢野さんから見てこの間取り本当にいい間取りですかって相談に来られた方がいたんですね。はい、で間取りを見たら、これはいい間取りだと思いますよって、うん、本当ですかって、全然いい流れが来ないんですけどで、はい、でちなみになんでここに引っ越したんですかって話をしたら、うん、本人が、まあ、ぐっと黙ったんですよね。はい、うん、で、まあ、本人は東京にそれまで住んでいて、うん、だけどいろいろ事業で失敗して、うんうん、ある意味こうもう自分は負け組だと思って地元の広島に戻ってきたって、うんうん、いうふうに、まあ、なんか、まあ、語ってくれたんですよね、うん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 、だから、彼はその家に住んだ時に自分は東京でダメになって負け組として帰ってきた人間が住む家っていうふうにして、
そこの家を手に入れてる可能性ありますよねって。うん、だからこの家住んでもその気持ちが外れない限り、うん、あのいいエネルギーは発動しないですよねって話をして、うんうん、でそれをね、だからあの、まあ、いろいろあったかもわからないけど人生でいい経験したと、うん、そして、これからの人生本当に仕切り直してここから楽しい人生を歩むというための家だっていうふうにしてその家を手に入れた、まあ、気持ち、まあ、動機を切り替えていったらどうですかって話をして、うん、でそうするとね顔色もパッと明るくなって、うん、それに引っ張られてたと思ってなかったんで本当に、うん、あのそう思うと思いますみたいにして帰っていかれたんですけどね、うん、やっぱそういうのあるんですね。はい、でもそう思うとやっぱ自分次第っていうところがあって、はい、なんか家ってなると一回作ってしまうとどうしようもないもののように感じるんですけれども全然手立てもたくさんあるんですね、はい、そうですね、うん、あの、うん、まあ、よっぽどじゃない限り、はい、あの使いこなせれる家の方が多いかなと思いますね。うん、そっかそっか。まあコームスマイチャンネルでは他にもいっぱいあのコツとかを伝えてくださってると思うのでっていうか伝えてくださってますので、はい、ぜひね、あのその今日お聞きさせてもらったベースを3つを意識しながら、うん、そういったコツを取り入れてかれるとどんどん運気が変わってくるみたいなそんな感じですね。そうですよね、うん、やっぱし、うん、あのこういう真面目な話をするとなかなかね、うん、あの動画見てくれない人もいたりするんで確かに、うん、だけど今日はねそういう話させてもらえたんで非常に嬉しいなと思いますね。うん、で矢野さんの本ご著書何冊か出されてるじゃないですか。あ、はい、その中で、あ、僕今度お清めの本角川さんから出させてもらうんですけど。そうなんですね、はいはい、まあ、その同じ角川さんから出されてる中でなぜ一流の人は自分の部屋にこだわるのかっていう、はい、あのご著書あるんですけどやっぱ一流の人はこだわられるんですか。すごい。そうですね、あの、はい、一流の人の家に対するこだわりっていうのはうん、まあ、一般の人に比べたらあのかなり貪欲なぐらいあります。うん、やっぱその自分の部屋とかそういった家っていうのが、うん、あの自分の仕事のクオリティとか業績とか、あ、はい、クリエイティブさとかなんかそういうのに直結するっていうのを体感されてる感じですか。そうですね、もう痛い目たくさんあってる方が多いので、うん、経験値的に、はい、なんかこんなにあの環境が、うん、あの自分の、まあ、うん、パフォーマンスに影響するとは思ってこなかったけど、うんうん、やっぱしパフォーマンスってあの場所によって全然変わるんだなっていうのを、まあ、リアルに、まあ、体感してきてるって感じでしょうかね。あ、そうですね、うん、まあ、僕ももちろん体感はしてますけど、うん、そうですよね、はい、うん、あのせっかくなのであの、はい、この今度出る本はこちらなんですが、あ、はい、素敵な情報ですね。あの、うん、新刊を買ってくださった方へのお礼特典で、はい、矢野さんに、インタビューをもうちょっとさせてもらおうかなと思うんですけど、はい、もちろん、まあ、その辺のお話、幸せな人とかお金持ちの人とか一流の人とか、はい、あ、そういった人のこだわりというかそんなの、はい、特典でお聞きさせてもらっていいですか。ね、あ、もちろんですよ、はいはい、ありがとうございます、はい、引き続きそちらでも、お話しさせてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日矢野さんをお迎えしてコーンスマイチャンネルの矢野さんをお迎えして、住まいを整えて開運するコツを、お聞きしました。でおっしゃられたようになかなか深い話するとみんなライトな知識をね求められるので、深い話を聞くとなかなか見られないんですけどお聞きすると今日の話が本当大前提のようなあの感じがしますし、今ある家も素晴らしい素敵な運気の上がる場所に変えれるというそんな知恵をお伝えしていただいたのでぜひ参考にしていただいてで、他にもたくさんの知恵をコーンスマイチャンネルの方でも伝えてくださっているのでぜひ矢野さんのチャンネルの方もチャンネル登録してご覧ください。で、矢野さんのチャンネルの方は僕のこの動画のコメント欄に貼り付けておきますので、そちらに飛んでチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。矢野さん今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、楽しい時間でした。ありがとうございます。はい、失礼いたします。